これね、カラマツ、はい、これ一応あの針金かける前はねこんなもんなんですけどね、これこの木ね、どうするかっていうと、この枝ね、これ一応相関になって親子なんで、一応これ取っちゃうとまたこの辺がちょっと寂しいんでね、うん、一応相関にしてちょっと見やすくするんで、どっちかを使うんですよ。これ2本立ったら3本立ちっておかしいからね。あ、そう、やっぱり親子でこれ三冠って言って寄せ植えたらいいよ、うん、3本立ちも、うん、だけど何でもありだな、三冠立ちにするか、うん、こうやってこれはこれで作って、これはこれで作って、あ、そうしよう、三冠立ちにしよう。これ規則がないのがいいところ、規則がないの、思いつき、うん、グッドアイディア。これでも規則に縛られたらダメなの。これはだけど本当はね、これ今危うく切るとこだった。だけど何でもありだからな、うん、俺んとこ。そうそう、さすが親方だなって、俺とは違うなって。そうやっていつもおだてられてね、ね、豚もおだてりゃ木に登るって言ってね、いつもおだてられてやらされてるんですよ。それがいいんだよ、 おだてられるから私は成長したんだよ褒めて育てられたんだよ、あなたに褒めて育てられて今に至るって。世の中いい方に取らないとね。でこれはですね、これちょっと本体今まだ全体だけど、これはもうちょっとね、我々で言うともうちょっとこう低くね、こう作るんです、うん、いやもうとにかく低くなきゃダメなんでね。これ曲がるとこ、ここで曲げてるでしょ、うん、こうね、この次にここで曲げるから、うん、こういう感じでこれなしたでしょ、これね。でここを正面にして一応置いてるんで、ここ正面こういうやつね。それでこっちから見たら綺麗に曲がりが見えるように、うん、こうね。だからさ、この曲がりが後ろ行っちゃったから、もうちょっとこう見えるようにこっち下げましょう。これで見えるでしょ、くねくねくねと、うん、したらこれもさ、もう一発こっち下げる、下げる。そしたら今度は大筒とこっちもこう来るはずなんですよね、うん、こう来る、こう行きます。だいぶ低くなったでしょ、うん、これでね、だそれグッとね。本当はここからこう上がっていきたいんだけど、今回はちょっと材料短いからこっから行くわ。こういう感じね。これ先ちょっと針金短いから先はちょっと細いのでね、あれするわ、間に合わせるわ。こうやってこれだけで最初作ろうと思ったんさ、うん、だけどせっかく後ろにもあるからね、これ親子3人連れに したいんで、この流れがこう流れてきたらね、この流れも一緒にこう寄り添うようにちょっと流さなきゃなんないんで、こういう感じにしとくんですよ、これね。だけどいつまでも親に よっかかってるわけいかないから、ちょっと離す。これ長男坊だから折れないんだね。折れないんだ、これ長男坊、うん、これ様子見てんの、もういい、もういいかい、もういいかいってやってんだよ。だからまだ大丈夫って今言ってんだこいつら。もうちょっと曲げてもいいかいって、いいよっつって、それでこういうでしょ、これこうやってクロスなんないようにね、こういうでしょ、でこうやって、あ、これも生してがあるからいい、仕事しやすい。今日、ま、薪ストーブ炊いてるから少し生すやつあるんだよね。ここで見て、これとこれ重ならないようにね、こうでしょ、これは兄弟重なってるでしょ、ちょっとこういう感じにしとかないと、ね、あ、なるほどね。ちょっとこうやって弟こっち、兄貴こっち見えるように、うん、見えるように3人3様になるようにこうやるわけ。 それ、はい、そうするとね、この枝3本使うことになるとね、うん、この枝がね、そうだね、邪魔くない、いらなくなるの、これ、うん、後ろへ持ってくるのちょっと不自然なのでね、うん、これは取りましょう。なるほど、うん、これはねちょっと大きいものでね、これ陣にするとかなんとかっていう木じゃないからね、うん、なんか太みのあるもんでないから、うん、これ取って、それでこういう木を枝をちょっとこう下げて、ここにちょっと傘みたく作っておけばね、うん、これそんなに気にならないでしょ、うん、これとこれと2本やりて、無理かな、短いかな、いい、これでいこう、こういくんですよ。
こう下からこう例のごとくこうやってキュッキュッキュッってやるでしょ。こういう感じ。今度はこっちはこれでね、一応これちょっと少し長いんですよね。下より上の方があんまり長いって見にくいもんだからね、ちょっとこのぐらいのちょっと落としとくんですよ。ここでね、このぐらいにまだ伸びるから。ああもう出たくて出たくて、もうこの子はもうこれからもう春になったらもうブワーッと吹くんだよ、うん、だから今のうちにやっとかないとね、うん、こんなに切ったらと思うでしょ、うん、ところがダメなの。このぐらいにしとかないと、これで両方合わせてからね、ちょっとね針金が、ね、ないから、ちょっとこうこうしょキュッとこうしょキュッ、これはこれでこっち来るで、こっちから来てこれ綺麗にいったでしょ、キュッとなって、これクロスでこういう感じです。お、うまくいった、咲いてるぞ、ちょうどいい、これこういう風になるといいわけ。これちょっと なんとなくな形なしでしょ、うん、ちょっとこれもうちょっと下げましょう。そうだね。それでこれはねちょっと長いから、これはねちょっとゆすりを入れてやる、ちょっとこういう風に、だから短くなったでしょ、うん、ただ苔順いいでしょ、だんだんにグッとなってね、うん、それで頭ですね、これをちょっと大きく、ちょっとこのままとんがらしてもいいんだけど、ちょっと大きくしてやった方がボリューム感出てくるね、うん、4月5月になってくるとこういう風にして、頭ちょっとあのなんとか中小大相撲のなんだ大いちょう、大いちょう、ここをちょっとこうやって大いちょう風にするわけさ、うん、大いちょう、このちょっとのね、あれなんだよね、手間がね、ちょっとイメージがぐっと良くなるわけさ、ちょっとの手間がいいわけさ。その隣に巻いたのは踏ん張りのために巻いたんだけど、そうです、こっちはね関係ないの、うん、これちょっとこっちの木の土台ですね、うん、これはあなた津軽弁で言えば宇田ですごいよ。これはですね、やっぱりさっきと同じこういう感じね、こうでしょ、これも同じように、これも同じようにね、こう鉢を、今これ下手鉢だからね、ちょっと大きいですけど、やっぱり観賞用になるとね、鉢大きいとね木が小さく見えるの、やっぱりそれなりのね舞台に立って見せないと出世しないんだ、うん、人間と同じで木もやっぱり鉢で決まるからね、鉢で決まる、ちょっと根を状態こう見る、したらこれなんかこうやれば入るから、入ることは入るんだよね、グッとね、まあなるべく切らない方がいいんだわ、下のやつは切る、横はね切らない方がいいんだ、まっすぐ根って直根っていうのは切らないと深くなるから、これ直根切ってあるからね、直根はないみたいだからほとんど切らなくていいですよね。それで鉢をどれにするかだよね、あれはいいんだ、これに、これがちっちゃく、いやいやちっちゃくはない、やっぱりこれがいいんじゃない、こっち、それね、うん、こっちの方がいいでしょ、空気あるじゃん、うん、してちょっとこうあまり木がさなよなよってした木だから、ごついやつよりね、で、まあ、うん、こういうのがいいっていう、こうやって日本なんか一本入れとこな、日本なんか死んだってやつないね、こうやってこれ今回はね、いつもと止め方が違いますね、いつもと違っても止まってりゃいいの、あ、龍神あれを下地、あの表でいいの、ラップを使う、あ、こうでしょ、あ、別にそっちに針金の穴あるんだ、別に針金の穴がある、からね、うん、これがねちょっとね、普通はこっからこうやっと、うん、これ動かなくていいんだけどね、こっちからこうやってるうちに動くからね、やっぱりこれはちょっとね正式にね
あれだ、発泡スチロール正式っていつも正式だけどさ、これはねちょっとこう動かないようにちょっとこうやってください、こうやってここでこういう感じにするのさ。これこれこの若いとこだったらね、なんぼ切ってもねすぐ新しいの出てくるからね、あの温度が春になって暖かくなればね、こうやって基本的にはね、植え替えるたびに少しずつ切るのが基本なんだ。社長の年齢になって目つかないとか。こうくるでしょ。で、こういう感じにしてね、あ、これはですね、そこにいるでしょ。そこにちょっとあってもいいね。係長、あれ取って、さっきの。怪しい。あ、ここにあった。あ、あったあった。ちょっとこれはね、一列あってもいいね。係長、あ、これちょうだい。うん、もうちょその半分ぐらい、半分もいらないですけど。芯外れた。ね、ここ一つが荒いでしょ、すごい。いいでしょ、あんた。だからね、係長いっぱいいる。みんな、ねえ、おめえ、みんな平でやっと平で生活してたのに、係長って言われたら嬉しいんだよ、みんな。あなたたち。ね、言われたことねえべ、長なんてついて。わかんないよ、普段部長だったのに、なんでここに来たかかれてるんだよ。部長って、うちの係はね、うん、あの会社と違ってさ、なんか一つやってる意味でないんだから、何でもやらなきゃいけないんだから、うん、俺今係長なんか見てごらん、あそこで あれやってるでしょ、あの手切ってくれナイフで手切ってるでしょ。なんだってうちはね、何でもやらなきゃなんだからね、あんなそこら辺の係長と違うのよ、あなた。今度はちょっと美的に見せるので、これをですね、ポップさ、うん、これをこれは綺麗でしょ、このあの赤いとこね。だけどこれがあるから苔増えやすいんだけど、今回はねちょっとまあ美的に見せるので、これちょっと赤いのもね。それ邪魔かってね、かっこ悪いですね。それでこれはさ、こういう感じにしてね、それでちょっとね、これは多いんですよ。苔ってね、根っこ切ってもね、あの上の方でちゃんと胞子がまた増えるからね、こうやって薄くてもいいの。それであくまでもこれアクセントね、なくてもあってもいいんだけど、これちょっと見せ場がさ、ちょっとこうあると、なんとなく親っていうような気するでしょ。あんまり根っこ切りすぎたらバラバラになるじゃん。うん、ある程度ちょっとこう団子に残しておいてね。それでさっきもやったんだけど、ちょっとこう避けといてさ、こうやっておくといいよね。それでここにちょっとこの足元は見せたいんでね、隠さないでちょっとこうやって、こういう感じにしておくんです。きれいでしょ。これね、針金気になるようだけどね、葉っぱ出てきたら全然気にならなくなるから、全部隠れてしまうから針金。これがね、はい、2本目できました。はい。